次も授業だよ。つまんねえな。授業ってなんでこんなに長くてつまんないんだろうね。みんな、俺実は学校におもちゃ持ってきちゃった。え？俺も。二人とも？実は私も。みんなでおもちゃで遊ぼう。いやいや、見てもさ、先生に見つかっちゃって。授業サボっちゃおうよ。大丈夫。仮病を使って保健室に行けばベッドでおもちゃで遊び放題だから。それだ。難しいわね。はい、どうぞ。先生、僕たち保健室で休ませてください。あら、大変。それじゃ一人ずつ見てあげるわね。じゃあミミちゃんから見てあげるから、こっちに来なさい。今日はどこが悪いのかしら。なんか全体的に体調悪いんですけど。あ、ちょっと腕とか。そうだね、骨折しちゃったの。はい、そうです。でできてます。もう一つはこれなんですけど、まあ大怪我してるんですけど、この中にこうみんな大好きプッシュポップが2段で隠されて、そして最後はこの足の、はい、この靴下の中にですね、太いな、このトランプとあ、ちょっとひっついちゃって何それ、人狼が隠されてます。カードゲームは以上です。はい、大丈夫ですよ。はい、何それ、学校からの。わー、学校におもちゃを持ってきちゃダメ。ダメだよ、学校におもちゃ持ってきたら。俺は先生の言う通りだな。学校におもちゃ持ってくるんだって、はい、無理腕だけ。はい、なんか足に痛くない、ま、おしっこしたよ。ちょっと触ってみても。いや、触るのは違うと思います。じゃあツンツンしていいかしら。え、ツンツン、あれ、あら、後ろすねやけど、ちょっと触るわね。何入ってます？うわ、うわ、先生、これは先生、私先生のこと大好きで、いつも可愛いなって思って憧れてて、だから一緒にやりたいと思って、子供のことサボろうとか、そんな学校やとか授業やとか思ってなくて、ただ先生。じゃあこれで後で一緒に寝ようか。おーい、じゃあミミちゃんは保健室で寝てて一緒に遊ぼうね。はい、ありがとうございます。授業中じゃあ後で遊ぼう。これもあのお布団で寝てるわね。ありがとうございます、大好きです。お大事にね。あ、そろ大丈夫か。気をつけろ。あれ、ひどい気がする。気をつけろ、片足しか使えなくて。あ、本当に。あら、お前一緒に頑張ってな。お前違うんだろ、お前そこなんだよ。授業受けてらんない、痛くて。そうだ、入院した方がいいと思うよ。包帯すごい巻いてるもんね。え、なにそれ。先生すげえ、包帯なんか立体に見える。あれなんか何か信じる。痛い、あ、痛い。あれ、エリちゃんが痛い。あ、痛い、エリちゃんが痛い。エリちゃんが痛い。なんでもない、信じる。くんよね。はい、
骨折したことないシュンシュンです、今日はですね、足を骨折したっていうテーマでやっております。で、まあ松葉杖ついて、こっちも松葉杖だよって、これフラフープになるんですよ、組み立てると。あー、なるほど。で、骨折したここですね、ここにあれエリちゃんが、ちょっとうっすらね、エリちゃんがいるんですよ。ちょっと怖いね。どうしてもエリちゃんと遊びたかったんで、こうするしかなかった遊びたかった。そしてですね、このエリちゃん今裸の状態なので、裸でもシャツ、インナーの状態なので、ヒゲピタの中に今このカチューシャ、カチューシャとこの鏡、手鏡を隠しておしゃれグッズ。なるほどね。カチューシャと手鏡だけじゃおしゃれしきれないドレッサーを用意しておりますがっつりおしゃれさせる気満々だ。エリちゃんで満遍なく遊んでとトミちゃん先生は思うと思うんですよ、うん、まだある。これで終わりだと。こいつはエリちゃんで遊びたいただの変態野郎なんだと、うん、もうそこでです。本の中にエリちゃんのドレスまだあるよっていうエリちゃんのドレス、こっちが本命。これ僕が一番好きなこの黄色のゴージャスなドレス、これをエリちゃんに着せるために僕はここにドレスさんを用意して、こっちに先生は気を取られてしまったはずなんですよね。と思わせとで本命です。はい、もうこれで終わりなんでしょ、エリちゃんのネタ終わりなんでしょってなったところで、ここで僕が本当に遊びたいこの超面白いこの100均で買える野球グッズが出てきますと。これで遊ぶために僕はエリちゃんのブラフをね体全体を使ってじゃあ行ってみよう。これはエリちゃん、エリちゃん、エリちゃんって何かしら。ああ、何それ。ああ、エリちゃんこんな絶対しないんだよ。もう治ったでしょうね。引いてるじゃん先生。先生もちょっと熱もある。あ、そうなの。足りない足りない足りない。あ、あれ、うわ、え、あら、あら、なに、シュンシュン君、カチューシャと鏡を持ってる。シュンシュン君はお人形遊びが好きだよね。あ、そうなんだ。そうなんだ。特にエリちゃん。あ、そうなんだ。友達やめたいの。確かに、マジで。学校におもちゃを持ってきちゃダメ。え、ダメ。でもエリちゃんはおもちゃじゃないの、友達だよ。やばいや、やばいやつだ。友達やめたいの。あら、あれ、え、シュンシュン君これは、これは何。松葉杖、今足怪我したって言ってさ。あ、なんか違くない、左右で。え、本当に松葉杖だからね。知らない。え、一緒かしら。え、ちょっとじゃあ立ってみて、それ使って。どうした。じゃあ、ついてないね。ついてないね。ついてないじゃない、こっち側。一緒だよ。いくつか地面つけてって、こっち側。いいじゃん。それで歩いてみて、ね、それ歩いてみ、それで。いやなんだこの軟弱な松葉杖。軟弱な松葉杖。あれ、なんで今日かの黒かしとかしら。真っ白。これは真っ白な。先生ちょっと見たことないわ。真っ白。でも中見ても全然大丈夫。何も書いてないけど。え、何も書いて。何。え、正解は服だ。エリちゃんがこのままだと、うん、そうだよね、下着なんだね。お人形さんが趣味なんだ。趣味なんだ。フレズラ。あ、体調は良くなったみたいね。そうね。エリちゃんね。シュンシュン君、どうしたの急に。エリちゃんがなんかもう治ったと思うから。エリちゃん、いや、エリちゃんに洋服着せないといけないから。あ、でもさすがにエリちゃんはその洋服大きいと思うよ。あ、違う違う違う。この服じゃないよ。あ、この服じゃないの。ここにね、ドレスあるの。うわー。あなたちょっと違う病院に行った方がいいと思うわ。はい、僕は見てください、何も仕込んでません。何もないよね。ほら、ほんとだ。ほんとだわ。体の中見ていいかしら。もしかしたらちょっとなんかあるかもしれないからね。先生、心の病って、保健室来てもいいんですか。もちろんよ。実はその、外見とかじゃなくて心の、どうしたの。好きな人がやってきて。あ、そうなのね。あら、いいじゃない、先生恋バナ好きよ。ほんとですか。はい、昨日同じ一組のクラスの、あら、ミミちゃんが好きなの。え、はい。あら、先生、生徒の会を応援したいな。はい、うまくこう、付き合うにはどうしたらいいかなと思って相談してきました、今日。そうね、うまく付き合うにはか。はい。え、これは何のノート。あ、それノートです、普通に。あ、普通にノートなの、はい、僕結構綺麗にノートを取る話なので。白紙だけど。あ、まあ、僕次のページから使うことにしてて。あ、そうなんだね。はい。え、あれ、え、ミミちゃんよね、これ。
みーみちゃんよね、これ写真。6月23日晴れ。今日は僕のみーみたんにお気に入りのヘッドフォンをプレゼントしたのだ。僕の耳垢がたくさんついたヘッドフォン、みーみが耳垢のついたことに気づくかな。え、うちくん、そんなことを書いた覚えはありません。でもこれノートって書いて、ヨッチって書いてあるけど、誰かいたずらです、こんなの。そうよね、はい。7月1日、今日みーみたんと秋葉原でメイドさんごっこしたのら、とても可愛かったのら、ド S だったのら、僕もメイドさんになりたいよ。あれでも、一緒に秋葉原でメイドさんごっこしたんだったら別にデートしたってことよね。デートしたのはほんの10分だけで、その後は本物の好きな人と遊んだ。Think about me one more time。 聞いてた今。何ですか、早く続けてください。7月10日曇り、ミーミタンに猫をプレゼントしたのが、名前はヨッチってつけたの。あら、ヨッチって名前の猫ちゃんなのね。あれはヨッチくんの前ではヨッチって名前にしたって言ったけど、本当はムーミンって名前。転がしてるのね、手の上で。そういうことなの。ミーミンも結構ヤバいんじゃないの。ミーミンもちょっとヤバいわね。その企画も見てみるわね。早くページをめくってください。7月20日ミーミタンにコスプレさせたのら、興奮したのら。一線超えてない。7月22日お嫁さんにしたいからドレス買ってあげたのら、プロポーズなのら。あ、そこまで進んじゃってるの。ドレスを買ってって言ったのは本当だけど、それは他の人と結婚するため。ゆうちくんじゃない。 Think about me one。 あれ、え、でもゆうちくんのじゃないの。ゆうちくんじゃないの。いや、僕のじゃないです。どういうことなの。7月30日、成人式の練習したのら、ずっと一緒なのら、ミーミタンも大人になる、なの。僕じゃないですから、これ書いたの。そうよね。はい。7月31日、チュールになりたいのら。こんなこと知らないです。また燃やしてください。はい。知らないです。これ知らない人の日記だもん。知らない人の日記、誰ですか。そうよね。知らないです。じゃあそれ、僕もらってもいいですか。ダメだろ。そんなの知らないです。これ何、これ、これなんすか。これ、それ何。え、ヨッチさんは大臣はいたしません。大好き。え、待って、ミーミちゃんの声じゃなかったかしら。ちょっと、僕が聞いてですか。うん、ヨッチさんは誰にも渡しません、大好き。え、これはこれはヨッチくん悪くないか。これは確信犯がいるな。これやり手ね。あら、あら、猫のぬいぐるみ、あ、猫プレゼントしたって言ってたものね。あ、そうですね。あ、そのぬいぐるみってことかしら。そうですね。あら、あら、なんか首輪についてるわね。何ですかそれ。何かしら。いや、でもそんな覚えないです。なんで触っちゃうの、最悪。え、何ですか。見せてください、先生。ミーミエ、僕と付き合って幸せにするよ、よっちより。え、なんか唇のやつついてるよ。え、触っちゃったわ。あ、でもミーミー、これちょっと返事してあげないと。ゆうちくん、ごめんね。普通に振られたい。ミーミー、本当は好きな人がいて。え、ほら、青春が好きなの。えー、そうだったの。だから、ごめんね。よっちくん、よっちくん、あ、ごめん、先生笑っちゃったわ。え、ミミだね、ミミだね。ミーミー、え、君助けてるんだね。え、何それ。でも先にミーミーの水着取っちゃった。
よっちくん、あなたは退学よ。いいっすよ、もう窃盗罪で退学よ。いいっすよ、もうもう全部失ちゃったんで。よっちさんは誰にも渡しません。大好き。じゃあまたねミニに、またねミニミニは、ミニは僕のものだやばいよこいつ。